はい、じゃあそうね、ソーラさん振ってからよ。おーわーすごい、わー黄色い、かっこいい。ただメザライト1個使ったかあんた。コストが。いいこと考えちゃった。なんかあった？何？エンダーパールを使ったミニゲームを追いつきましたよ。名付けてエンダーパールゴルフ。あーなるほど、面白いかも。じゃあはい、エンダーパールもう持ってるかみんな。あ、今もう持ってきました。金物に持ってますね。どこにしよっかな。穴この辺でいいんじゃないですか。あのそっちか、入ってるし、うん、どっか。じゃあこの穴は最初からある。この穴あいいですね。この穴、この穴にスポット入ったらホールインワンじゃないか、なんていうの。いいですね。じゃあなんていうの、穴ね。カップね。あのパー3のホールインワン狙えるコースで、うん、ここね。 OK 久美さん、はい、もうじゃあ WSD 禁止ってことね。あ、そうです。あの投げた石だけで、よし、エンドパールだけで入れるかどうか。じゃあ桜パレスの頂上からじゃない、落下ダメージ。第一だ、そこから。あ、そうですね。あんまり高いと死ぬから、平坦なところでやった方がいいんじゃないですか。じゃああれか。できるだけ。あのピラミッドの上から。あ、なるほど。それくらいの高低差ならなんともない。じゃあもうここから WASD 禁止、エンダーパールゴルフ大会。あそこが穴です。はい。じゃあ誕生日順でクミさんからどうぞ。じゃあクミさんの第一だ。第一だ。クミプロ。はい、あ、まあ、プロかどうかわかんない。クミ選手。これ勝った人プロって名前つきますから。さあ、肩書きじゃあ。肩書きが欲しいクミさん。あの、農業のところに自らをトラップしないようにしないと。嘘をつけても意味ないからね。はい。エンパの距離だけで動いてくださいね。うん。はいはいはい。まず第一はそこね。なるほど。はいはいはい。次は俺か。誕生日だと。はい。これくらいだって。父さんのどうだ。おお、いいとこ飛んだ。やるね。いいよ、続いていきます。はい、バースデー選手。まあ、クミさんと同じぐらいか。あ、ここちょっと邪魔だな。邪魔なところだ。崖が難しいぞ。はい、じゃあそうね、ソーラさん振ってからよ。振ってからなのよ、順番は。全然飛ぶところ見えてなかったから。振ってからやってくれ。じゃあはい、次クミさん。クミさんこれ旗超える可能性あるんで、うん、気をつけてください。クミさん第2だ。あ、まあまあ刻んでいく感じ。あ、刻む、なるほど、刻む戦法、ね、か。でバステップ第2だ。はい、他も狙えますよ。はい、ちょっと上の方に投げて。上大丈夫かな。上で距離は出さないように。ああ。どうだ、行き過ぎたかな。行き過ぎ。あ、これでも行き過ぎか。結構伸びるな。トモ選手、第2打。はい。シュ。入ったー。あ、うまい。うまい。うまい。トモさん2打。うまい。あともうソーラさんがこれで入れば同点で。チッて言って。はい。ソーラさんいいよ。いい？いいよ。入ったー。ソーラさん。じゃあ続いてクミさんどうぞ。じゃあ抜けるか、すみません、どうぞ抜けちゃってよ。クミさん待ってね、待って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 ね、俺とクミさん抜けるからね。はい、クミさんと僕が3打目。はい、クミさん3打目そこ決めてくれ。俺もこれ決めてくれ。はい、だーバースデーさん勝ち。ダメでした、ダメでした。むしゃむしゃむしゃ、人参がいつもより美味しいな。うまいぜ、人参が。ヒュー、追いかけるの無駄でーす。ちゃんとあのバンカー作ったり、あの水で池作ったりとか、いろいろ楽しいかも。したら、うん、ソーラに八つ当たりすんだ。八つ当たりされた。でせっかく人数多いから1人1コース作ってて、遅いの入る、入るの遅い。最大あの7コースでしょ。あ、確かに1人1コース作るの楽しいな。うん、じゃあこの拠点の周りでやる。うん、拠点の周りにゴルフコース、うん、そうですね、場所作ってゴルフ場建築現場作って、そこで命名。確かに。でね、あの今みたいに3打であの
パー3のコース作るもよし、パー5のコース作るもよしで、めいめいアイディアを出して。それはいいかも。じゃあ、プロ化したのはバステンさんと俺とソーラさんね。負けちゃったから。負けちゃったもん。組プロは使え。ダメ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 。ダメです。バステンプロ、トモプロ、ソーラプロ。組さんはアマですね。組アマ。次のプロ試験待ちましょう。うん、プロ試験合格と。もう一回やりたい、プロ試験。じゃあ合格の5の字から一発で入ったらプロって認める。わあ、これはなかなか厳しい追加試験だ、うん、オールインワインが認められない。一発だからね。そっから一打で入れたら組プロ。今組アマですね。あー入った。ソーラさんやり方完全。ソーラさんがエンダーマインと沸かしやがった。なんで 5% 引くんだよ。え、そんなの沸いてるの。沸いた。なんてことでしょうか。いいよ、クミさん、いつでもいいよ。さあ、緊張の一打です。てでー惜しい、クミさん。ちょっと足りなかった。なーに、なーに、フォン。見てなさいよ、クミさん。クミさん、低いんだよ。低いの。もっとこれくらいよ、多分。こうだよ。あ、うまい、うまい、惜しい、でもうまい。そう、ちょっと上だったか。うん、でもトモさんやっぱ距離感がいい。まあまあまあ、プロ、トモプロなんで。さすが。天野選手には、天野選手は一線を画すかな。こんなもんかな。あ、まあまあまあ、いいんじゃないですか。あ、そうか。そう、まあいいんじゃないですか。うん、なんでこっちじっと見てんの。私にもう一度チャンスをくださいっていう目をしてる。だからまだなんだって今。クミの番だろうが。あはは、クミさん、はい、欲しい、また。はい、ダメです、クミさん。ダメです。クミさん、ダメです。その飛ぶ意味ないと思うよ。クミさん。これ遊んでるうちに今日の本題やる時間なくなってきちゃった。本題やるから、今日の本題やるから、クミさん。面白いエンダーパールゴルフ。はい、名付けました。赤がみんなのゴルフでいきましょう。略してミンゴルでいきましょう。略してミンゴル。略してミンゴル。じゃあね、赤がミンゴルね。はい、エンダーパールはね、もう捨てるほどあるんで、本当に実際捨てちゃっていいですから、もう。はい。すごい、エンダーパールを捨てる日が来るとは。バーステンさん、ナイスアイディアだな。最近すっかりなんか面白いこと考えるのが楽しくなってきちゃいました。アイディアマンになってしまった。やりたいことは、金型、何回か考古学やったとき、金型が手に入ってる。あ、入ってる、入ってる、入ってる。鍛冶型だ。これをね、みんな鎧持ってる？何の鎧？あ、まあ、ダイヤモンドがいいね。鍛冶型を使うためには鍛冶台が必要なんだって。あ、これか、鍛冶台。鍛冶台どっかに、なんかこっちこっち。じゃあ皆さん入ってきてください。今日の本題です。はい。1.20 から、はい、考古学っていうのが出て、うん、みんなでこうブラシで砂利とか砂とか集めてもらったんですけど、まあ、こんなアイテムが出てきたと思う。うん。こんなアイテム。うん、これが鍛冶型なんだけど、なんかね、すごいね、種類がある。10種類、12種類。にしろやとにしろ、16種類あるんだって。いろんなとこから手に入る、宝箱で。おー、これを使って、あと好きな鉱石、なんかね、鎧にね、ラインが入るんだって、模様が。うん、へえ。で、そのラインの色を選べるんだけど、ラインの色が鉱石の色に、うん、なんていうの、連動してるから、例えばオレンジ色っぽいラインは銅のインゴット使うとか、白のライン入れなければ鉄、黄色は金、水色はダイヤとかある。ネザーライト、レッドストーン、ラピスラズリ、エメラルド、ネザークォーツ、アメジスト、これから対応してる。アメジストにしよう。じゃあ俺、赤いライン入れようかな。レッドストーンにしよう、うん、金もいいんでしたっけ。金もいいです、一応。じゃあ貼るね。金はなんかバステンさんっぽくない？黄色くな、そうですね、黄色かなと思って。金なら、うん、対応した鉱石貼っときました。
はい。石炭で黒くなる？石炭はね、ない。黒くするためには多分ネザライトインゴットだね。うわー、一番豪華。黒にする人は大変かも。ネザライトは手に入らないです。ください。使う？まあ、いいよ。また取ってくりゃいいからな。うわ、ついにこの貯金を。ああ、貯金が崩れた。かけたぞ、1個。いいよ、使って。まあ、1個ぐらいは簡単に出るでしょう。じゃあ、作り方です。このみんなに渡した鍛冶型は、1回、鎧にラインつけたらなくなっちゃうんだって。うん、そうなんだ。そう、そうさせないためにダイヤモンドブロックを7個使います。1,2,3,4,5,6,7。わー、すごい贅沢。バセさん今いた場所に入った。使う前に1個増やすことで使って1個なくなっても元に戻るみたいな考え方をするみたい。カジ型を先にコピーしとくんだ。そう、先にコピーしとく。カジ型を真ん中の一番上、はいはい、でその下に今私はテラコッタか丸石を真ん中に乗せる。はい。で空いた U 字にダイヤを詰める。7つ。あ、5が、あ、7つ。丸石、本当だ、できた。1個増える。増えた。カジ型が増えました。あ、でもダイヤ7はなかなかのコストですね、これ。ね、これコスト高いね。これでカジ型が1個増えるから、まあ一応永久になくならないみたいな使い方ができる。ダイヤがどんどんなくなる。凄まじいコスト。今全員が増やしたから728個ダイヤなくなった。うわー、すごい。すごいな。でラインの作り方は、うん、はい、ここチェックしてもらいます。この装備の強化っていうのが出るんで、これが鍛冶台、うん、で一番左にその鍛冶型を1個一番左に置く。置いた。で真ん中に鎧を置く。鎧脱がなきゃ。そうだね。で一番右のあの鉱石、入れたいラインの色の鉱石を入れる。おお、わあ、本当すごい。これレベル履かないんだ。え、おニューの衣装。わあ、黄色い、かっこいい。かっこいい。俺のラインこんな感じ。あ、あれかっこいい。デザインの衣装ですね。デザイン衣装、デザイン衣装。うん。やってみ、やってみていいですか。おー、クミさん黒かっこいいね。ただネザライト1個使ったか、あんた。コストがやったね。いいよ。これは面白いけど結構コスト高いね。うん。あー、綺麗だわ。ソウルさん好きそうな色。こんな感じになりました。これをそれぞれその足とか太ももにもつけられるって感じ。全身やろうと思うと、そもそもこの金型が4ついる、1人で。だから増やさなきゃいけないから、ダイヤ超使いまくる。うわ、これは大変だ。だけど俺らにはダイヤがいっぱいあるから、ガンガン増やしてやっちゃって。ほら、やっちゃって。なんで全部自分で拾うの。はい、じゃあ、はい、これはあれですね、装備にも修繕つけていかないと。そう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 、いくらダイヤとはいえ一応多分7,7,28あればみんな増やせるんで、一応、はい、テラコッタソロさんに渡すね。 1,2,3 でこれだと思うから、組だからインゴット、ネザライトインゴット使う気か、お前。4本やる。めっちゃすごい贅沢。いいよ。 1,2,3。 うわー、ネザライトインゴット。絶対ネザライトにしてから白い線とか入れた方がいいけど、まあまあまあ、いいや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 、使え使え使え、俺が後で掘ってくりゃいいんだろ。なかなか出ないよ。なんとかの鍛冶っていう鍛冶型によってあの模様が変わります。俺とバッセンさんは同じラインだけど、ソーラさんとクミさん、あ、そっかそっか、そうそう、クミさんとちょっとライン違うのよね。これが海洋の鍛冶型なんですね。そうそうそう。あとは主人風と牧者風とか、なんかいろいろある。私の牧者風ってやつよ。こんなになりました、レキンス。おお、かっこいいね。俺こんなライン。おお、なんか戦隊用のヒーローみたい。あ、やっと俺の頭の色と統一性があるな、これ。
じゃあこれであとブーツにもやればいいんだ。うん、ガンガンやっちゃっていいよ。あ、面白いこれ、はい、変身できました。似合ってるバステンさん、それ本当だ。へえ、こんな感じか。そうか、ヘルメットなんかも耐性がほとんどないから早くありつけなきゃ。あ、ちゃんとその鉱石の色無限だって。クビさん、それあれじゃない、呪いかかってんじゃないの。そうだったよね。呪いは無理よ。修繕のエンチャボンをまた集めないといけないですね。うん、あ、じゃあいっぱい作っとこうか。あ、お願いします、はい、簡単に作れます。もうちょちょいのちょいですよ。もうエメラルド、あ、そっか、余裕だからね。取引で手に入るんだった。うん、はい、もう一個いこうか。はい、15冊くらい手に入りました。おっ すごーい15冊。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 だ、12冊もらって、はい、12冊どうぞ。まあ、壺はまた次回やろうかな。壺も追加されてるんで、新要素いっぱい。こんなになりました。あ、いいね、ソーラさんっぽいわ。へー、アメジスト掘りに行かないと。そうだね、うん、アメジストないのか。ないですよ。だからブーツにはつけれませんでした。こっから細かいのにはなんないんだよな。そうだそうだ。逆にはね、ならないんだよね。どこだっけ、近くにジオードあったっけか。いや、ないな、高いところから。何やってんの。じゃあ外したんでしょ、呪いをつけたいから、ラインを必死よ、あの人も。呪われた女クミ。そうね、この鎧にはちょっと修繕つけないともったいなくて。うん、おお。金型のコストがすごすぎて無駄にできない。おい、じゃあちょっと並んどく。最後並ぼう並ぼう。じゃあ、まあ、ここら辺に並んどきますか。すごい、かっこいいかも。戦隊物みたい、色がついて、ね、戦隊物みたいな感じする。なんとかレッドとかに。すごい。ちょっとキュッと並ぶか、ちゃんと。なんとかパープルです。いい感じ。ということで、防具にラインを作りました。じゃあ終わります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。ありがとうございました。バイバイ。イエーイ、かっこいい。こりゃかっこいいわ。